皆さん、はい、今日もちょっと女の子に詳しくなっちゃいましょう。いやー、なりましょう。だいぶ前回でね、詳しくなったからね。なったね。女の子やっぱ分かんないこと多いわ、普通に、うん、だってもうさ、何万年って経ってるわけじゃん、もう人間が、うん、男女とやって、未だに分かんないってすごいよね。ね、中村アンのヘアスタイルのコツはどれくらいの割合で書き上げる？書き上げる。急に思いっきりですよ。73じゃない？いや、7、思いっきり。あ、でも、もう91みたいなのあるよね。そうそうそう。中村アン、確かに結構書き上げてるな。浅野敦子じゃないの？あの子は。あ、違う。中村アンさんはあれでしょ。敦子優子じゃないから。ラブラさんの関係ないから。ラブラさんじゃない。そういうイメージつけたくてやってんだもん、確か。そうだね。書き上げといえば私みたいな。あ、そうだね。スペースで大事よ、自分のいるべき場所っていうか。数多くのモデル、タレントがしているヘアスタイル、かき上げ前髪、はいはい、今も流行る中、一部からバブリー、田舎ヤンキーと呼ばれる、はい、まあ、平野ノラとかね。あー、はい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 、結局昔の髪型だから。あー、へー、双子コーデ出ました。どうして双子コーデするんですか？罰ゲームでやらされてるに決まってんだろ。双子コーデって何？同じ格好する友達でみたいな、ペアルックみたいな。いる、ディズニーランドとかにいるよね。あ、いるいる、まあまあ安心感でしょ、こんな格好は。兄弟のちぎりを結んだにちげねえよ。本当に双子だから。お前だけ生きる時代が違う。急にどこの時代って。急に三国志じゃねえか、お前。急に生まれた場所違えど死ぬ場所同じ、同じ坂崎を交わすぞ、公園の近いっつって。一人だけそれを双子コーデっていう。すげえ可愛いな。本当は3人だよ。一人だけ関羽とか言うから。一応仲良しアピールだって。いや、ね、多いよな、はいはい、本当に仲いいのか。男本当にないね、これはね。双子コーデ、ね、いや、男はだってないじゃん。かぶっちゃったら恥ずかしくない？なんか、あ、恥ずかしい、ね、恥ずかしい。 MA1 とかね、多いからね。恥ずかしくなっちゃう、うん、あ、三軒茶屋で肉バルだって。うましょう。行くか、この後。今日この後行く？よし、行こう。俺帰る、はい。近年大学で増殖中。お、何？大学でどんな 女子大生が増えてる？既婚女子大生？いや、重たくだな。いろいろ絡みすれば。量産型でしょ。量産型よね、うん、何を量産してんの？量産だよ、髪型。髪型。でもさ、そんなの昔からいない。まあそうだね、うん、でも一応2番でやってみっか、うん、おー、いいね。もうどんどん増えてます。昔から比べても量産型女子大生、はい、まあこれはでも男にも当てはまる ね、うん、ね。でもなんか量産型女子っていうのはなんかザクを思い出しちゃう。アースローリーズファーム、そうだね、はいはいはい、あー、まあアースちょっと流行ったしね、うん、まあ、全然嫌いじゃないよ、うん、俺も嫌いじゃない、うん、全然いいかも、全然いい。あの俺もなんかさ、上ちょっとさ、ライダース着てるのに下スカートみたいなさ、で、なんか靴がさ、うん、ニューバランスみたいな、あ、甘辛ミックスな感じ、ね、いるじゃん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 、あれ、全然聞いてんじゃねえよ。俺も好きだわ。いるよ、でもめっちゃバカだよ。え、めっちゃバカだよ。ダメ。バカじゃないよ。ダメ割とね、ちゃんと青山学院でも言ってちゃんと自分考えてる。やっぱ知能大事なのね、うん、はい。やすけん、チャラそう。違うから女子の言うすっぴんって本当にすっぴん？違います。眉毛は描くね。ベースメイク済み。ベースメイクだね、あの、あれか、あのそう、ファンデ、軽いファンデと眉毛描いてる。そうだね、すっぴんって言って撮ってるんだよね。お見通しだ。真のすっぴんだと魔獣だもんな。うん、でもさ、今さ、多いのがさ、でなんかスノーってすごいすっぴんでも大丈夫っつってるけど、絶対やってるよね、あれも、うん、スノーでごまかしてもやってるよね。だってごまかし効かない顔で撮れちゃったら、とんでもないことになるからね。今どんどん低評価増えてます。本当に思います。女の子の評価すごい下がってるよ。下がってます、どんどん。私たちこういう目で見られてたんだみたいな。もう男子が高評価落ちしかない。頼む、男子みんな高評価してくれ。でも男の声が聞こえる。もっと言え。もっと言え。よし、よし、分かった。もっとボロカスに言え。よしよしよし。パジャマって何着て寝るの？え、パジャマ、ジェラートピケでしょ。ダメ、ジェラピケだ。ジェラピケでしょ。でも高いんだぞ。な、何それ。いやでも絶対そうだよ。でもジェラートピケだよ、みんなね。で、はあ、それがミルクフェドだよ。はい、高いんだよこれ。高いよね、ジェラートピケ。高いね、欲しいけどね、ジェラートピケ。最近あれだよね、あのヒカキンさんが、あ、そうなんだ、はいはい、そうだよね、パジャマでモコモコの肌触り、うん、あ、これでもさ、結構さ、前から流行ってなかった？まあそうだね、結構前から流行ってる気がする。次いくよ、はいはい、住友メインシンタワー、ディズニー、ディズニー来たよ、みんな大好き、セーフディズニーだろうね。セーフでしょ、もう一択だよ。大人女子だし ね、大人の女子が若返るためにね、そう、いい年こいて、もう、うん、そう制服着れないからね、制服着てね、うん、なんか高校生に間違えられてラッキーみたいな、そうそう、この空間だけは許されるっていうね、感じですけど、許されるからね、実際はね、うわ、きつで終わりますからね、皆さん気をつけてくださいね。まあでも俺嫌いじゃないけどね。俺も
まあ俺もそうだけど、ね、俺全然嫌いじゃない、俺も俺らのなんだよ、全然嫌いじゃない、全然嫌いじゃない、ここら辺同調圧力女子っぽいからいや見ちゃうもん、見ちゃう見ちゃう、 ねやっぱ可愛いもんね、確かにいいと思うよこれは、うん、夢の国だもん、そう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 、うん、そこぐらいね、夢そこぐらいって喫煙所に行くときは確かに、確かに言いづらいもんね、もし、うん、そうだよね、年いっててもさ、タバコ吸う女性ってどう、それはちょっといろいろ波紋があるから、オッケー、すいません、俺は嫌い、おーいった、普通にいった、困った女子の行動、はい、藤木ちゃん、雨をくれるやたら男女をくっつけた、俺2番だな、何々ちゃんとみたいな、そうそう、どう笑いにかけさ、それでもさ、うん、もうさ中学生とかじゃないの、機械に弱い女の子いいな、雨をくれるおばちゃんだろ大阪のそう、俺結構、まあ、いや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 、ビッキーズもくれるぜビッキーズも雨くれるぜあと中山筋肉も雨あげてるから、マジで乱暴にね、雨を取ってくださいっつってどれだ、機械に弱いはね、逆にこう自分色に染めたくない、ね、でも困ってはいないよね、困ってないよね、うん、別に機械に弱い、やたら男女かな、だね、おせっかい野郎だと思うわ、そうだね、あ、おせっかい女子だね、うん、まずおめえのどうにかしろよってね、怖い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 、余計なお世話、絶対まるまるくんとお似合いだと思うの、そう、はい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 、でね、はいはいはい、でまるまるくんはこの女の子に興味ないくせに言ってるんだろうね、そうだね、うん、最低、どっちも探り合いだよ、人狼誰だよ人狼誰だよ人狼ってなんだよ、男性の湯可愛いと女性の湯可愛いの違いで当てはまらないのはどれ、あ、何でも可愛いでしょ、何でも可愛い、うん、何でも可愛いよ、女子からしたらおっさんの腹の毛も可愛いよ、マジで、あ、でもそうだね、おっさんの首の裏の産毛も可愛いよ、マジで、じゃあ内面が可愛い、いや、何でも可愛いと思わない、男は何でも可愛いと思わないもんね、あ、そうかそうか、あれ、え、違いましたな、じゃ社交辞令、でも言わない男、社交辞令で可愛い、言ってる言ってる、言ってるよね、ね、社交辞令する、じゃ行ってみよう、あ、じゃあ内面じゃない、内面か、男って外見じゃん、やっぱり、あ、そうだね、内面であんまり言わないのかな、あれ、外見、え、待って、どういうこと、女性の言う可愛いの違いで当てはまらないの、それ当てはまらない、あ、じゃあやっぱ女性が言わないってことだよ、外見で可愛いって、なるほど、まあ、ライバル意識持ってるからは、なるほど、そういうことか、言わないんだ、じゃない、ネイル可愛い、あ、女性は仕草や内面を重視している、また自分より下のものに対して使われて社交辞令でもある、食べ物やものに対しても可愛いという使うので広い意味で使われる、いやでも可愛いね、こうやって言ってるの、ね、可愛いね、あ、可愛いわ、可愛い、全然あり、全然あり、ありありあり、普通に、はい、あり、普通にあり、普通にあり、あり、かわいい、ありです、かわいい、サブカルクソ女、出た、あ、サブカルクソ女、見てるか見てるか、出てるか、サブカルクソ、消えてるか、当てはまらないの、え、当てはまらない、GU でしょ、GU でしょ、そうだね、そうだね、GU だね、そうだね、いるなー、3つ上いるなー、でもさ、この動画 YouTube だぜ、あ、見てんのサブカルクソ、サブカルクソ女ばっかじゃない、見てたおい、サブカルを避けるな、ただのクソ女になるよ、クソ女見てっか、はい、自由は着ないよ、うん、ねえ、おこれサブカル女子なんだ、これは抑えめじゃない、あれどう、ねえ抑えめだよね、なんか、ね、もっといけたいでしょ、あ、サブカルの、もっといける、もっといけるぞ、もっといける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 、あ、でもサブカルクソ女は大体丸眼鏡してるね、ベレー帽かぶったりとかしてさ、あー、はい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 、なんかテロテロのリックを、あ、テロテロのテロテロの腹痛いんだけどこれ、なんかでも中身の見えるリュック入ってる、バッチつけてね、バッチつけてね、水着入ってそうなやつね、そうそうそう、女子会のあれで次のうち当てはまらねえだろ、これは3番でしょう、まあそうだね、ああそうだね、そんなね大人みたいなことしないんですよ、ね、心が子供ですから、はい、女子会は戦争、うわ休めよ、ウーマンズをおぼう、ウーマンズをおぼう、アラサー女子、アラサー女子か、わ怖いね、自分の弱いところを見せる、 SNS を駆使して他人の情報収集、男性の意見に大げさに共感する、笑うとき口元を軽く隠す、いいじゃん上品で、3じゃない、うん、痛い、男性の意見に大げさに共感する、痛いか、なんかさ、アラサーだから他人の情報収集も痛くない、痛い、あ、痛いか、痛いだからそうなんじゃない、そっちなんじゃない、でも2じゃない、 2、 2、そんな人のさ、そっちなんで、あ、結婚してるかどうかとか、あー、なるほどね、コスケよくやってるよね、やってねえよ
コースやってるよ、そういうこと。やってねえよ、もう俺エゴサしてないから。なんか、うん、あとツイッターでなんかストーカーとかしてたみたいな。してない、ストーカーしてない、してないって。ストーカーしてないじゃん。してないって。ツイッターストーカー。たまに可愛い女の子見るのが好きなの。たまに橋本環奈とか調べて見るのが好きなの。ストーカーだそれ。ストーカーだよ。ストーカーじゃねえだろ。最近ネットでもストーカーってね、認められちゃいますからね。そうですよね。気をつけてね。情報として載ってるだけだよ。環奈ちゃんに言っとこう。いやいや、知り合いなんか教えてくれじゃん。ほら、リプで送る。迷惑やわ。中暇。お前の市場じゃない。はい、次次。はい。おい、もういいんだよ。もういい、もう。もうリアルストーカー。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 はい。メイク平均時間。まあ、完全15分ぐらいじゃない。いや、顔面施工って結構時間かかるぜ。15分ぐらいだと思う。30分以上、俺45分未満だと思う。俺3番だと思っちゃうな。俺4番だと思う。平均は3じゃないかな。ああ、あ、じゃあ4だ。4だね。平均か。だって工事ですよ、画面。違う、違うでしょ、いいでしょ、意外と。おめえら全然施工しねえな。ほら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 。あ、そうなんだ。分かってる。時短メイクだって。ベースメイク5分、アイメイク5分、計10分ぐらいでメイクするんだって。平日は特に会社に行くだけだから、そんなに気合い入れなくていい。あ、なるほどね。しんどいか。おデートね。なるほど。デートの時が長いよね。そうだ、そこそこ。二重にするための必須アイテム。これは何プッシャー？二重の形位置を決め接着する際に使用するアイテム。何？は？え、針？何これ？針は痛いでしょ。接着する、それで。でもさ、爪楊枝かなんかでやってるよね。こうやって。ああ。二重みたいなの。じゃあアメピ？爪じゃない？でも。いや。こうやって。だってみんな爪伸びてんじゃん。女の子って。それはさ。使うのかな。プッシャーとアメピの形が見たいんだよな。アメピとプッシャーって何？プッシャー。正解プッシャーだった。何プッシャー？どれ？プッシャー。押すんだね。ああ。これもダメ？プッシャーって言うんだ。さすまさ、さすまだじゃん。誰さすまだじゃん。学校に、学校にあるよ。プチさすまだな。いや、誰捕まえんだよ。みんな女の子さすまだ持ってる。やべえな。さすま、これプッシャードン。警備員かよ。でも今プッシャーでね、なんか撃退するらしい。嘘だろ。夜だって。リケジョン来た。男性がリケジョンで魅力を感じるのは次のうちどれ？夜が激しい。あります。え、なんなの力場って。スタップ細胞じゃない。力…あります。あ、力ね、うん、夜が激しそう、なんかそう、うん、力場ってでもさ、力女子でしょ。そうそうそう、はいはい、だからちょっと、だからイケイケではない、うん、抑えめなって感じ。じゃあ連絡はマメでなくても気にならない？礼儀正しいから。でもじゃあ違うな。どうなんだろう、夜が激しいなの。やっぱ夜が大人しそうに見えて。いやいやいや、ギャップ。あ、違う、下ネタ、下ネタ、ダメ、下ネタ、ダメ、下ネタ、ダメ。なんでダメ、なんでダメ、下ネタ、ダメ。いやいやいや、もう今月はいいじゃん。乗ってくれよ。お前が夜が激しいっつったから。そうだよ。うん、しょうがない、しょうがない。藤が言ったよ。知りませんよ。そうだよ、書いたこと言っただけだからね。いや、じゃあ3番じゃないかな。3番。連絡がまめになくても気にならない。はい。え、理系女子、真面目、熱心、さっぱり気質だって。はあ。鳥と話すような不思議ちゃん、人と目を合わせられない、推理小説にはまりやすいという一面もあるなんてさ。無理なんだけど。いや、でもコウスケ、これがスマートな女性ですよ。確かに頭もいい。これこそスマート、スマート、これスマート。でも鳥と話す、頭がいい。で、頭いい。でも鳥と話す、でもスマート。俺この子のこと好きなのか。コウスケ、こういう女の子が合ってるよ。うなしでいいかな。わ、なしか。怖い、怖い、怖い、これは怖いんだけど。韓国コスメブーム、韓国流行ってっからな。韓国コスメの間でも流行っているチンと。チンポ、チンコじゃん。ねえ、俺も思ったよ。チンコじゃん、チンコじゃん。ねえ、藤井、俺を見るな。チンコとは何を意味する。男性器、男性器。やっぱね、針じゃないですかね。やめろ、お前。針、ツヤ、ツヤ、ハリ、ツヤ。いや、俺は針だと思うね。スペインに必要なんだ。でもさ、韓国のなんかさ、メイクってなんかほっぺたがこう、なんかちょっとさ、ピンクっぽいっていうか。はいはいはい、アンさんに惚れてますメイクね。じゃあどれでいく？で、2番でいってみる。じゃあ染めるで。おー、染めるかしたね。惚れてますだ。あ、違うんだ。でも粘り気のある液体を。何それ。あ、なんかこの辺につけるじゃん、粘り気のある。ティンポだ、ティンポ。ティンポから出る粘り気のある液体を眉に塗り2時間以上置く。次行こう、いい加減しとけよ。持続性は3、4日程度。すげえ、女性もういねえぞ。もう誰も見てない。チンコリップの他に最近だと眉チンコなども入ってる。眉から生えるんだぜ。眉チンコ、眉チンコ。すずちゃん、すずちゃんじゃないや、すずめちゃん。何すずめちゃん。すずちゃん、ドラマカルテットで流行ったヘアスタイル。あー、
知らない、カルテットっていう、あの今さ高橋一生っていうすごい人気の俳優さんとかが出てる、めちゃめちゃ面白かった。石田一生、石田一生、違う違う違う、関係ねえよ、一生おこと、どんどん関係ない、おこたけこれ、おかっぱとかどうかな。あ、でもよく見たらでもあれだね、フィッシュボーン、フィッシュボーン、ワンレン、ワンレン、2番ワンレン、ワンレンって何、ワンレンって何だ、ワンレンなんだか、あれか、あのシャーマンキング出てきたそれでも言っちゃうとそんな感じ、レン君、うん、それ倒れんかちげえよ、ごめんな、ふんって何、ふんって、ふん、ふんで、ふん、クソクソ汚ねこの実況、汚ね実況だな、本当に男全開で、男全開でやめようぜ、やるの腹痛いんだよ、さっきから腹筋痛い、どれよ、俺わかんない、ドラマ見てないからわかんない、大きいを言ってよ、カッパ、わかんない、でもさ、髪型がわかんねえもん、これフィッシュボーンでいこう、フィッシュボーン、フィッシュボーンって何、あ、ちゃった、フィッシュボーン、昨日あった気がしたんだよな、 おかっぱではねえな、わかった、じゃあ、ワンレン、ワンレンに行く、ワンレンに行く、おじゃあ、ふん、ふんか、ふんか、ふんふんふん、何の声好き、ふんふんふん、あー、この髪かわいいね、え、どうなってんのこれ、え、なんかお団子だよ、ハーフお団子ヘアだって、そう、なんか髪おろしなボブっぽくて、うん、上だけちょっとお団子になってる、 俺これ好きじゃねえな、切り取りたくなる、俺これ好き、俺ボブ好きだもん、自分の読む量を考えて本持ってほしいよ、ね、違えよ読めねえだろ、そっち片付けてるかもしれない、片付けてる、片付けてるかもしれない、あ、そっか、こけろ、サブアカウント、うわわわわわわ、女子高生はツイッターアカウント4つありそう、あ、え、だってあるか、普通のやつ、自分の愚痴で言うやつ、うん、で、監視用、うん、あともう一つ、うん、なんだろうな、なんかカップルアカウントとかじゃない、趣味やか、4いくよ、わぁ、3か、いや、3つだな、これ刻んでいこう、あー、多いな、3つもあんの、リアーか、趣味やか、はい、鍵やか、そうだね、あ、趣味は共有できないものとかあったりするもん ね、ちなみに皆さんはツイッターアカウントは、え、1個ですよ、1個しかない、自分のしかない、あ、本当にみんな1個しかないな、なんか俺なんか今探ろうと思ったけど俺も1個だから何も言えなかったやめろよでもさ、俺らのことをさ、うん、これのどれでフォローしてる人とかいるんだろうね、あ、これ趣味やかなんじゃない、趣味やかなのかな、できればでも3つやってほしい ね、うん、だって純粋に3倍ですよそこそこなの話、フォロワー数増やしたい、結局1位だぞはい、はい、次、女子専用車両あるある、はは、当てはまらないのは次のちょっと俺メイクセルフト、当てはまらないだ、あ、金曜日はどの車両も大体酒臭い、悪くてあまり利用しない、2か4だよね、あ、でも4ね、だいたいいい位置だよ、あ、そうなんだ、乗りやすい、じゃあ2でいこう、おー、あ、2だ、なんで、さすが、大変乗ってるもんね、そう、よく乗ってるから、ね、めっちゃね、ジロジロ見られるけど俺気にしないで、うん、それがね、興奮してるもんね、それで行ったことあるもんね、よくひどい、いや、ほんとに、エラギー、なんかあの、車掌の発車しますって同時にやめろ発車しますよそうめっちゃ発車してるから出たもんね、そう、始発からね、終点までね、その回数分発車しますから、発車します、発車発車発車、マジでひどい、ちょっと息切れ、超乗っかりてぇ富士乗っかりてぇだろうな、あ、まあ撮ってんの4月だからな、この実況、来月やろ、もう一回やろ、発車します、発車する、行って、発車します、合コンで大事とされる差し施設、巣は次のうちどれ、すごーい、すごーい、すごーい、楽しい、すごいだね、お酢ないんだね、お酢はねそれは調味料の差し施設、すげー、やべー、マジで全部同じ意味だろすごい、すごいじゃない、はい、すごい、やばい、うん、俺よく言うわ、すげー、やべー今言ってるな、サシスセスはさすが、知らなかった、すごいセンスあるね、そうなんだ、それなじゃないんだ、それなじゃないんだ、それなそれでもそうなんだ、一緒だよ、一部しか使えねえよ、でも俺これ意見聞きたくなるから通用しねえよ、この感じですごいって言われたらどう、いや絶対嘘言ってんだな、ああ好き、好きはすごい、でも単純な、言っても言っちゃいってても好き、言ったりするでしょ、これ飲み会だったらやるから、やるから、次ラスト40問目いこうか、次回行く、二次会行く、合コン後の二次会に行く際、女性陣の中で決定権があるのは、ああ、それは、ね、一番か二番だよね、合コン行ったことねえから分かんねえな、分からん、二次会に行く際、女性陣の中で決定権があるの、うん、別に権利は平等にあるぜ、一番ブスじゃん、へえ、かギャル系かな、ブスやからね、どっちかだね、
ブスだ。ブスさんか。ブスだ。え、何クリーチャーだから画面空気をもう変える、はい、二次会行くためには気をつけなければいけないことがある。合コンで一番モテなかった子が機嫌を損ねて帰ると言ったら女性陣は全員帰らざるを得ない。でもさ、それってさ、でもさ、もう一人権利のあるリーダーのやつがさ、うん、もう一人の男と連絡つないでさ、うん、ブス帰らした後にまたみんなで集まればいい話じゃないの。うわコウスケやってるのすごい。いや、やってるよ。えぐっ。昨日もやってたもんね。いや俺が、コウスケ言ってた帰るって言ってた俺かよ空気を読もうは俺だよ